山口敏太郎です。炙り金時、徳島の名産です。徳島といえばですね、鳴門金時というさつまいもが名物なんですが、それを手で切り分け、特定の、糖蜜に漬け込んだ後、黒ごまをかけて直火で軽く炙ったのが、鳴門炙り金時だそうです。ちょっと一杯いってみますね。これかなりこううまそうです。思ったよりも甘すぎることはないです。さっぱりしますね。身もしっかりします。お茶漬けにちょうどいいですね。炙り金時、これぜひ徳島に来た方はおすすめですね。